はい、皆さんこんにちは、マダルグルビジです。では今回は発動バイアをガンダム1年戦争元連邦軍続きをプレイしていきたいと思います。まあ、今回はモビルスーツを使わない、使用を禁止してジオン軍に挑んでいくというね、少しトリッキーなプレイを行っています。実はですね、リハーサルを少ししたんですが、ザクの配備数が増えるにつれて戦況は悪化していく一方ということがよく分かったので、少しですね、消極的な作戦にはなるんですけども、一部の部隊を引き上げて、戦力のね、集中運用というのを行っていきたいと思います。で、もう一つが対モビルスーツ戦に特化した部隊をやっぱり創設する必要がある。モビルスーツは使わないまでも敵のね、モビルスーツを、まあ、倒せる手段を作らないとジオン軍には勝てないということもよく分かったので、今回ね、この2つを中心にプレイの方をしていきたいと思っています。ではまず早速なんですけども、北米の方なんですが、今ですね、カナダ方面の方にも合計で、まあ、24師団費やしていたんですけども、これやめます。ジョン軍が南米侵攻を始めると、もう正直言って持たないので、これはですね、ジョン軍が南米に侵攻してきた時に備えるために、もうあらかじめメキシコとアメリカの国境に配置し直します。これがね、やっぱ精一杯かなというところですね。なのでカナダは捨てる。で、もう一つなんですけども、アフリカももう捨てます。ダカール首都あるんですけども、連邦軍の総本部ダカールを捨てて、一度ヨーロッパに引きます。ジオン軍なんですけど、このジブラルタル海峡を渡ってですね、ヨーロッパの方にガンガン侵攻をかけてくるので、それが始まるともう手に負えないので、アフリカは捨てます。そしてもう一つ、このルナ2にも敵侵攻してくるので、このルナ2の侵攻が始まると、この戦力では正直ちょっと抑えきれなくなるんで、もう港のある場所に戦力が集中配備して、ワッケン司令ですね、ワッケン司令になんとかね、このルナ2の周りに敵を寄せ付けないように宇宙艦隊を使ってルナ2周りを防衛してもらいます。まあ、大きくはこの辺りですね。で、あとはこのインドのデリー近辺にですね、頻繁に、ジョン軍が空挺手段で上陸というかね、降ってくるんで、これもね、しっかり叩いていかないと、アジア戦線とヨーロッパ戦線つなげられてしまって、一気に戦況が悪化します。なのでこのデリー近辺には常に気を配ろうというところです。で、肝心の師団の編成なんですが、今ですね、対モビルスーツ機構大隊というものを作っているんですが、これでは歯が立たないということが分かりました。なのでこれをさらに改良していきます。今陸軍の経験値がね、足りていない状況なので、陸軍の経験値たまり次第ここは手こ入れをしていきます。では時間を進めていきましょう。いや、本当にね、侮れない強さなんですよね、ジオン軍の強さ。相当に強いと言っていい。このジオン軍をどう潰していくのかということになるんですけど、まあ、とにかくザクが強いので、まあ、ザクに対抗する手段をやっぱり考えていく必要があるなっていうところですね。で、研究枠の方なんですけども、今改良型歩兵装備の2が完了しています。で、このあと、まあ、モビルスーツとの戦いが激化していくことを踏まえてですね、この機動戦ドクトリンの方にドクトリンの研究を移していきたいので、こちらの研究を始めていきます。あとは対モビルスーツ戦特化したね、研究をどしどしと進めていって、なんとかね、リハーサルでは敗北バッシグラという状況だったんですけど、これをなんとかね、変えていきたいなというふうに思っています。
で、カナダに展開していた部隊は全部、メキシコ付近に展開し直しています。これでなんとかね、南米への侵攻を防ごうという作戦になります。こらえてもらいたい。まあそういうとこですね。で、少し厳しくなってくる補給線なんですけど、これはですね、厳しくなってくるようであれば、まあ、すかさず、補給のね、飛行機飛ばして、少しでも改善を図っていこうというところですね。なので、アメリカ方面は今、3つの軍で持ちこたえてもらっているというところです。ヨーロッパの方もね、今一進一退なんですが、これ、どっかで戦線崩れると一気にボロボロボロっといってしまう、そういう危険な状況なので、しっかりとここはですね、敵に、主導権を譲らないようにですね、プレーの方進めていきましょう。アフリカからは撤退中です。イベントですね。捕獲モビルスーツ部隊がジオの新兵器と戦闘と。実際には、モビルスーツ全く運用していないので、完全にイベント上の話ですね。フェデリゴ・ツァリーの中佐を含むパイロット全員が死亡したと。まあ、確かに、連邦軍のザク、ジオン軍のザク、むちゃくちゃ強いんですよ。これ、まともに戦っても勝ち目がないので、まあ、なんとかね、活路を見出していきたいなというところなんですけどね。まあ、各戦線で苦戦していると。おいうところですかね。今こんだけの数で、ザクの小隊に戦いを挑んでるんですけど、これでようやくね、退けられる。味方が10師団くらい戦ってようやく、退けられるっていうほどに、ジオン軍のザクの MS 小隊がむちゃくちゃ強いですね。これとね、まあ、モビルスーツ小隊相手に味方が10師団投入してなんとかっていうね、まあ、そういう状態なので、このままだとどっかでね、崩壊する、そういう危険性が非常に高いので、まあ、なんとかここを、まあ、反撃するための編成のし直しというところなんですが、その切り札として、この対モビルスーツ自走砲をね、配備進めていこうと思います。数がちょっと足りてないんですが、今、生産としてはむちゃくちゃ大増産かけているので、これで少しですね、ジョン君のザクに一泡吹かせてやろうというふうに思っています。で、ザクの MS 小隊の師団のまあ、パラメーターと比べてみると、まあ、やっぱり半分ぐらいの力しかないんですけども、ここはですね、まあ、物量戦ということで、モビルスーツ、小隊、一つに対して、この対 MS 機構大隊、これ二つ当てれば互角に戦えると思うので、そういうね、戦術思想のもとに、この対 MS 機構大隊を大量に作り出していこうというのが作戦になります。サイドセブンが降伏。ジオンの支配下に落ちてしまったというところですかね。もう今だから、どうだろう。宇宙で連邦軍の味方しているところはもうないという状況ですね。で、もうここも厳しいんですけども、まあ、宇宙艦隊をね、再建するという意味で、マゼラン、サラミス。これを今、大建造中で、これをね、ルナ通司令ワッキーのところに送り込もうというふうに考えています。数がね、揃ってきて、なんとかここ、ルナ2のね、防衛をしておかないと、地球上での戦いがうまく推移したとしても、宇宙でね、苦戦すると思うので、ここは、宇宙艦隊の再建も行っていきます。今、このジョニー・ライデンが、ジブラルタル海峡を渡ってきているんですけども、モビルスーツ3機の MS 小隊相手に、ま、ここまで苦戦しているというところですね。スパイ雇えますので、アリス・ミラーを雇って、このアリス・ミラーを、そしたら、
ニューヨークの方に潜入させましょう。少しずつジオンのデータを盗んでいくという作戦ですね。いや、本当にね、強いんですよね。ジオン軍のザク。まあ、本来であればそろそろね、我々の方も、まあ、いわゆるモビルスーツ、ジムとかがね、機能してくる頃合いなんですけど、まあ、残念ながら、そういう状況にはない。今回はモビルスーツは使わないっていうね、制限でプレイしているので、まあ苦戦しますね。では国家方針ですが、物量作戦が完了しました。で前回の動画の中でお話、ご説明させていただいてますけども、国家方針はですね、この地球反攻作戦まで進めていきたいので、物量戦の後は陸の王者に進んでいきます。これでボーナスを取っていきます。で今ですね、メキシコからなんとか軍を押し上げているんですけども、まあ、集中的に軍を使っている分ですね、まあ、各所で補給のキャパをオーバーしているので、ガンペリーを使ってピストン輸送作戦をね、行っていきましょう。これで少しでも前線に物資が届いてくれれば、ああ、いいなというとこですかね。まあ、もう完全にね、カナダの方は放棄したと。で、まあ、ダカールももう陥落寸前ですね。アフリカ大陸ももうステップ。ヨーロッパとね、アジア、インドでなんとか戦っていこうと。この孤立してるモビルスーツの正体1個。これを潰すのにもこんだけ苦労してるからな。まあ、しんどいですよね。で、そうこうしてるうちにデリーが奪われるというね。まあ、デリーにはこれ空挺手段がドーンと降りてきてるだけだと思うので、早めに潰しておけばいいんですけど、潰しが遅くなるとね、そこから一気に勢力広げられてしまうんで、まあ、そうならないようにね、注意はしておきたいと思います。まあ、気づいたらすぐ潰すっていうね、外には出さないよっていう、まあ、そういう動きを注意して、入れておきましょう。では、もう期待してやまない、この対 MS 機構大隊。これを、ヤザンに任せて、ちょっと戦ってみてもらおうかなと思います。ご覧のように対人攻撃力も420、対戦車攻撃。まあ、これすなわち対モビルスーツと置き換えることができますが、これが205です。この MS 機構大隊を3大隊用意して、今から、この、ヤザンが率いてデリーに占拠している敵のモビルスーツ、ザクの正体に攻撃を仕掛けてみます。なんとかね、これで、戦えるぞっていうところを、まあ見ることができれば、希望がね、出てくるかなと思います。師団の訓練はまだまだ、新兵程度なんですけど、まあ、それでもね、この MS 大隊がどれくらい力を発揮してくれるのかというのね、すごく注目してるので、見ていきましょう。赤かーい。いや、強いんだなー。リジーナというのは対 MS の重誘導弾ですね。これ、次のものを少し年代言っていますけども、先を言ってしまってますけども、経験値を使ってでも早めにアップデートを取りましょう。いや、このザクの招待相手にこんだけ苦戦するってね、これがもう全てなんですよね。本当にね、強い。なんとかここね、デリーとここから敵を追い出したいっていうところなんですけどね。
さて、ここに、グフが入ってるのかな。いや、ここ。インド、西インドの方ですけど、明らかにモビルスーツの配備が増えてますね。ザクの他にグフももうロールアウトしてきてるな。こうなってくると、おー、ただ MS 兄弟隊が効果がないっていうのはもうちょっと考えたくないですね。効果がないともうちょっと立ち行かなくなっちゃうので、このインドも捨てるかどうかだな。まあインドを捨ててヨーロッパとアジアに戦力を集中するというのも重要な判断にはなってきそうですね。この連邦軍の戦力ではジオンのザクの招待に勝てない、勝てる編成にするのが本当に難しいので、対戦車攻撃力をやっぱり上げていく必要がありますよね。そうすると対戦車、まあ、対モビルスーツという意味になるんですが、陸戦艇、まあ、陸戦艇というのは、まあ、敵でいうギャロップ、味方でいうビクトレイに相当するものですね。まあ、確かにね、ここでビッグトレイを入れれば対戦車攻撃力も300まで上がってくるというところですけどね。陸戦艇ビッグトレイが、ビッグトレイ入れましょう。これで本当に敵のモビルスーツと、殴り合える、そういう手段になりましたね、対 MS 機構大隊。まあ、ただこの大隊を作るためには圧倒的に足りていないこのビッグトレイ、どうやって作るかですね。今だとそもそもビッグトレイまでたどり着けていないこのヘビーホークというものなんですけど、このヘビーホークをどうやって用意するかだな。何かを削ってでも、このヘビーホーク作っていかなきゃいけないですよね。ちょっと生産のライン考えていきます。では、主力戦車と自走砲、対 MS 自走砲と、陸戦艇ヘビーホークに、工場、軍事工場の割り当てを多くしましたので、これで少し様子を見ていきましょうか。この虎のこの対 MS 機構大隊、これがね、ハマってきてくれれば、ジオン軍のザクに対抗する有効な戦力として、使っていきたいなというところですね。では、インドからの撤退を決めました。もうインドはちょっと守りきれそうにないので、インドからは撤退。ただ、ヨーロッパのね、資源地帯、アジアの資源地帯は絶対に渡さないぞと。ということで、インドから撤退した部隊はアジアとヨーロッパの各戦線に転戦してもらいます。もうご覧のように真っ赤なんですよね、各戦線。これは、まあ、ジョン軍がザクをですね、だいぶ数多く投入してきているので、まあ、そのザクの前に、連戦連敗という状態です。まあ、ジムがね、入ってきてくれれば、本来であれば反攻作戦ということで、まあいい戦いができたところだと思うんですけどね。まあちょっと厳しい戦いになってますね。劉補正の実績解放されました。これは、ちょっと確認しておくとですね、政治力の上昇値、空軍の経験値、
あとは識力の上昇値がそれぞれ 1% のボーナス入ります。で、実績解放なので何もしなくても、勝手に反映されます。ここですね。竜補正、殴らなきゃわからんのだろうと、いうことで 1% ずつのボーナス入っています。せっかくなので、軍の司令部誰か雇いましょうか。できれば訓練速度欲しいので、訓練速度にボーナスが入るものを優先的に選んでいきましょう。今だとね、本当に兵力が足りていないっていうね、苦しい実情になってますので、まあそれをね、なんとか補える、そういうものがいいんですが、残念ながら、訓練時間の消耗が入っていないか。そしたら、師団の消耗マイナス 5%。悪くないよな。オムルかアストナージか、アストナージにしましょう。まあ、唯一前線してくれている、この、アメリカの戦線もね、この後、ジオン軍のモビルスーツの配備が進むと、今のようにうまくいかなくなると思うので、しばらくは苦しい時を、まあ、耐えるというフェーズになりそうですね。まあ、主力戦車、陸戦艇、MS の自走砲、これが全然足りてない。もちろん、補うために相当数の数を割いてはいるんですけどね。MS の自走砲なんて全く数が足りてない状態だな。いや、このザクが本当に強いんだよな。今この師団だとグフが1機、ザクが2機っていうね、そういう師団なんですけど、この師団相手に四方八方から攻撃を加えても撃退できないのがモビルスーツなんですよね。いや、本当にモビルスーツは強い。で、今ちょっとふと見たんですけども、グフの配備がだいぶ進んでる感じがしますね。ジオンはジオン軍のザクの前に本当に厳しい戦い、これでもかっていうぐらい苦しい戦いになってますけど、まあ、なんとかこれをしのいで、対 MS 機構大隊が前線に大量配備効くようになってくると、少しね、変わってくるかなっていう期待感もあるので、まあ、まずはそこまで、しのぎましょう。で、ルナ2の方を見ておくと、実はルナ2はですね、リハの時には早々に、ジオン軍の強襲上陸を食らって陥落したんですけど、今のところ大丈夫ですね。まあ、しっかりとルナ2の駐留艦隊ワッケインが、まあ、ルナ2の周辺をね、警戒してくれてるおかげで強襲上陸を受けるような状況に今はなっていないというところです。かつ、さらにルナ2にはですね、サラミスとマゼラン、ご覧のように今、建造中なので、これも続々と、ルナ2司令、ワッキーの元に届けるということになってますので、まあ、これでルナ2が守られればいいかなというところですね。では全体としてはね、かなり押されている状態ですが、この後、対 MS 機構大隊、これをね、しっかりと武器、徴兵、兵器、生産して、モビルスーツにぶつけていこうと思います。この対 MS 機構大隊が大量に配備できる状況を作れれば、ジオン軍のね、モビルスーツとも、まあ、渡り合える戦力になると思うので、これを一気にね、拡充していきたいというふうに思います。では、今回はここまでさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。